どうもこんにちは。久々に実家に帰ったら布団が隅っこ暮らしになってた人です。今回は、笹すくいまだまだ制服いけるわ4的なものを見ていこう。いい点、悪くない。組点ストライク。若さですかね。一応フォローしておくとこんなに可愛い27歳は他にはいません。3期生加わった時なんで2期生と同級生やねんと思ったが、今にして思えば俺の方が愚かだったわ。ひな恋は学校変更で先生解放だろ。組点保健室の先生役派よ。カップスターの時の組点よかった。先生を見てたら熱っぽいんですけど、先生後ろにキモい鳥がいます。組点みたいな先生いたら授業に集中できないから生徒で正解。教科は家庭科の先生で。料理実習がカップスターになっちゃうだろ。笹すくみ2年生かっこ10回目。紅白みたいにすんな。おや、ひな恋で何やらお知らせが来ている。上から来るぞ、気をつけろ。ひな恋、主人公留年寸前ヤンケ留年して4期投入ですか。こちゃと同学年になるとか胸ファヤー。ひな恋メンバー進級するんか ?9 割以上先生になってしまうやん。学年主任の佐々木先生が生まれるのか。1期生を保健の先生組点とかして先生とも恋できるようにすればいい。主人公は生徒か先生選ばしてほしかったわ。6-7桁オーバーの大金を生徒に溶かす先生たちがランキング争いするゲームとかどんな地獄だよ。金の話をしたら同級生でも変わらんよ。世知辛いっすね。メンバーにも留年しそうなのがいるかもしれん。ということで、ひな恋4期生実装をどうテコ入れするかが楽しみだ。管理人はオンボロイドで重すぎてアプリ消しちゃったのだが、最近になってめっちゃもったいないことをしているのではと思い再インストールを検討中だ。またひな恋をプレイしたくなるようなプレゼンをコメントでお待ちしてます。ではまた。